ジアの弦楽器です。彼女たちの家族はアザブ便でここモンゴルまで行くことしながら数千キロの旅をしてきました。バトキンのような剣は馬の尻尾の毛をそれぞれ150本ほど束ねたため、弓には馬の尻尾の毛が使われています。馬頭琴は